皆さんこんにちは、ひまひまチャンネルです。今回は海外のネットで売っているスクイーズの、ね、紹介をしていきたいと思います。こちらは日本からでもね買えるそうなので、ぜひ皆さん買ってみてください。さあ紹介していきます。今回は6個です。6個多いですよね。一本にまとめちゃいます。なのでちょっと長くなると思いますが、でやっていきます。まず一つ目は、じゃんじゃん、こちらは英語だからわからない。あと3年生だから英語習ってないので、ではいちごのスクイーズです。スーパースローでしたね。こう書いてあったんですよ。なのでちょっとこちらを選びました。では開けてみます。で、ね、このマスクがねあるのがいっぱいあって、まあ後でまた出てきたら教えます。じゃあ入れると、開けます。匂いがめっちゃくっちゃいい匂い、あー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 これの音うるさいね。いきます。あーやべーた。でも全然こんな感じです。あ、ちょっと袋の中で触るんです。じゃあ触っていきます。やばい。すごいすごいスーパースローですね。低反発です。なんか外国ではスクイードをスクイシーって言うそうです。伸びません。こんな感じですっごい気持ちくてめっちゃしっとりしてます。で、大きさはこのくらいです。すごいこれをおすすめします。匂いもよくて、ね、で、すごいサラサラしている素材です。次にじゃんじゃん、こちらは人参のスクイーズです。でこれも英語で書いてあるからわからない。ここにまたあります。かわいいよね。で、こちらの人参もすごいねパールがかかってる感じの色でかわいいです。開けてみます。袋に入ってます。せーの、ジョンジョン、いい匂い、臭いと言ったらいい匂いですね。こんな感じで手の指がこっからこんくらいちょうど、で触っていきます。さっきのやつとね触り心地似てる。あ、でもこちらの方がしっとりしてますね。こんな感じですごい、ほんとパールがかってる。なんか甘いかこれね。すごい、行くか行くか次にじゃんじゃんじゃん、こちらはこんな感じで9.3 センチのなんかとかでありました。ネットで見たらパソコンで見たら、せーの、じゃん、あ、めっちゃ、あ、すごい。で、これストラップがついていました。なんかわかりやすいかも。いきます、せーの、まあ、高低、高反発、低反発って言ったら高反発なんだけど、すごいふっかふかしてるんですよ。ふっかふかしてるんですよ。で、めっちゃ気持ちいい。これふかふかしてて気持ちいいですよ。で、めっちゃそう、変えたことのある、あ、わかった、ケーキだ、ロールケーキが似合う。次に、あー、なんと私が念願のじゃん、こちらはブラックはね、ちょっとかけてある食パンかな。じゃあ開けてみます。で、このね針金がめちゃくちゃかわいい。この針金でかわいいです。これが人間のね、で、おっきいんですよ。じゃじゃん、こちらも下にスーパースローって書いてありました。こんな感じでリラックマのやつでチョコがかけてある。あ、やば、ここにも
が可愛いマークね。じゃあ触っていきます。でこのチョコの部分はビニール素材みたいになっていて、ここは普通のやつですね。やります。うわめっちゃ小さかった。驚き、オレンジ、オレンジ、マジマジ。サムネイルみたいな感じで、こんな感じですっごい、ちょっと待って、こんな感じですごい分厚いですね。でこれもいい匂いがします。次に嬉しかった、じゃん、こちらもネットで見たよりも想像以上に大きかった、こちらも何ですか、クロワッサンです。こちらもまたマークある、うん、今マークあるやつ最後に紹介しようかな。では開けてみます。こちらはね大きかったです。これビッグバンくらいあんじゃないのみたいです。あービリッてやつだもん。あ匂いがなんかチョコのやつに似てますね。すっごい大きい。では取っていきます。あめっちゃ柔らかいです。顔がちょっとだけ隠れています。私はクロワッサンちゃんですこんな感じですっごい大きくて、あ、カニみたい。すっごいふかふかしてて、こちらもふかふかしてて低反発でめっちゃしっとりしてて大きいです。手の私3年生でこの手が結構普通の方だけど手が2個分ですね。最後にすっごい嬉しかった、めっちゃ一番嬉しかった、じゃんじゃんじゃん、こちらパンダまんじゅうです。パンダまんじゅうの大きい男の子かな、うん、リボンのせてます。でこちらはまあちょっと袋を入れ替えちゃったんですけど、ごめんなさい、こんな感じのパンダまんじゅうです。開けてみます。いろんな方が YouTube で動画上げててこれを、うん、ほんとせーの、じゃん、あれせーの、じゃん、あ、いい匂いするで、こちらはパンダまんじゅうのね、パンまんじゅうのところにパンダの絵がプリントされてるって感じです。では下げます。一番これが気持ちいいです。低反発でめっちゃしっとりしています。でこれペタペタしてる感じで食パンみたいな感じですね。お、すごい、すっごく気持ちいい。パンダです、パンダです。で大きいね、1個分だって。で1個分で最後にちょっと可愛いマークがあったのを紹介します。まずこのいちごちゃんです。いちごのすっごいストベリー、にんじん、いらっか、まつ、はい、というわけで今回はこちらで以上です。このスクイーズたちはバンブットというところで買えるので、そちらは概要欄のリンクに貼っておきます。なのでちょっと見てみてください。もしね、これねすっごい気持ちいいのでおすすめです。ぜひ皆さんもね日本からも買えるので買ってみてください。高評価、チャンネル登録もよろしくね。バイバイ、また見てね。こっちの動画も見てね。バイバイ。ここもクリックしてください。バイバイ。